この時間帯になってまた雨が降ってきて徐々に強くなってきています。ここは球磨川のすぐ近く、人吉市のメインストリートの一つです。ご覧のように後ろもずっと茶色い光景が続いています。すべて泥です。でこう歩いていますと前に見えてくるのがこの車ですよね。普通では考えられないような形で止まっています。車の前方が下に来ていまして、こう車が逆立ちをするような形になっています。当時の勢いが分かります。横には街灯があるんですが、そこに木がぶら下がっています。この高さまでに濁流は来ました。ですから4メートルから5メートルほど、まあ、住宅の1階部分、そして店の1階部分は全て飲み込まれました。で、住民の方に話を聞いていますと、一番大変なのはやっぱりこの泥だと話すんですね。泥は柔らかくて粘着質で、そして思った以上に深いです。ですので歩くのもやっとなんですね。で、この泥を店舗や家の1階部分からかき出す作業を皆さんしているわけなんです。とにかく大変そうです。中にあるものはこうやって泥にまみれてしまってもう使えなくなってしまったということなんです。この周辺では水道は一部で通っているということなんですが、電気ガスはまだ通っていません。復旧にはまだまだ時間がかかりそうです。